もし英雄と呼ばれる資格があるとするならば、剣を取ったものではなく、盾をかざしたものでもなく、癒しをもたらしたものでもない。己を落とした者こそが英雄と呼ばれるのだ。仲間を守れ、女を救え、己をかけろ。あの人に恥じないように、何よりも大切な仲間たちを救うために。神様、僕強くなりたいです。向き合ってももろけれ、切れ